皆さんこんにちは、深田由美です。今回は私自身が一番興奮するシチュエーションをちょっと話していこうかなって思います。皆さんはどういうシチュエーションに興奮したりしますか？なんか結構ね、行けない場所とか、なんか外とか、なんかそういうとこでなんかしたりとか、なんかそういうちょっと行けない環境とか興奮したりとかしませんか？私自身もちょっといろいろシチュエーションちょっと考えてきたので、聞いていただければいいなって思います。思ったのがさ、絶対にこれないと思うんだけど、まあ、その例えば医者のさ、なんかそういうやり取り的な感じなんだけど、性病検査とかでよく女性の医者にその膣のあれで検査でこうなんかちょっとこう入れたりするの、なんか綿棒みたいな。でそれでなんかその検査するときに多分妄想したんだけど、私がさ普通にさ、なんか検診で病院行くじゃん。じゃあ検査してみましょうっていう流れになって、でなんかさ、よくさ産婦人科とかよくさ座ってさ、ガーってさ足がさ開くやつあるじゃん。でさ、カーテンとかさこうあるから、こう医者が見えないのよ。本当に普通な真面目な検査なのに、なんかめっちゃなんかって感じちゃうっていう、そういうのめっちゃなんかいいなって思っちゃって、でここの中ではこれダメだぞ、これは真剣な検査なんだって思うほど興奮してっちゃうっていうシチュエーションとかもあるかなって思う。まあ、そこまでだったら普通じゃん。でも自分の中の妄想だと、そのまま検査されてて、これはなんかおかしいぞって思うことまでこうされるとか、例えばそのバイバー当てられたりとか、ロータ当てられたりとか、あとなんか芝居にはね入れられちゃったりとか、シャーってカーテン開けたら、何やってるんですかみたいな感じでこうそのまま犯されるみたいなシチュエーションがなんか興奮するなって思いますね。でしかもやっぱ足開いてて、もう身動き取れないじゃないですか。でそれ でいきなり後ろから「何やってるんですか?」って言ったら、なんか後ろからなんか男性が来て、もう手をこうやってこういう風にもう「まあまあまあ」みたいな感じでこう手をこういう風に手をこうやってやって、でも身動き取れないまま犯されるっていうシチュエーションは最高だなって思ってるんですけど、皆さんどうですか？あとは、まあ、これも多分みんな共感できると思うんだけど、まあ、でも実際にないかもしれないけど、まあ、みんなでさ、例えば仲いいさ、例えばその6人グループとかあるわけじゃん。ちょうど女性が3人で男性3人で、こう6人、その仲のいい6人で温泉旅行行かないみたいな、1泊2日で見て、ちょうどなんか気になるその、まあ、A 君がいたけど、でも普通に、まあ、友達だと多分思ってるよねみたいな感じの雰囲気。もう友達だからみんな6人ファミリーも友達だから、普通にみんなで一緒に寝てもいいよねみたいな感じになって、和室のこのでっかい部屋でこうみんな適当にさ敷くわけよ。こうやって布団を敷いて、でそれでさみんなで、まあ、飲もうみたいな感じになって飲んでさ、わーってなるじゃん。でそしたらこうやっぱさ、いっぱい飲んだらみんなさ寝るじゃん。もう横になってこういう風に寝てる時に、なんか後ろ、なんかなぜか後ろ辺になんかこうピタッてこうくっついてる感じがあるっていうか、あれって思って、こう後ろを見たいけど見れないじゃん。だけど急にあったかいものがね、背中にこうくっついてくるのね。でそれで声出しちゃうとさ、みんな起きちゃうじゃん。だから声出せないわけよ。でそれで、でどんどん自分のその背中がこうくっついてくるわけ。その男性の体がこうやって後ろから手でこう口をこうやって塞がれるわけ。こうたら声で「してして」っつって言って「ふん!」ってなるじゃん。こうやってふうにやられながら、こっちの手でこう触られるわけですよ。で「えっ?」ちょっと「えっ?」君ちょっと「何してんの?」みたいな「えっいいから」みたいな感じでこうもぞもぞ布団の中でやってるわけですよ。でそっからそのままもう後ろ振り向けないまま、もうどんどんもう寝てる布団の中で侵されて、でそれで最終的に
後ろのままあの操作されるみたいなシチュエーションって最高じゃないですか。よくないですか。もうその、ね、寝れちゃってて普通にもう入れたら入っちゃうみたいな感じで、え後ろからもうこうもう普通に口を塞がれてこうやってみたいな感じがあの最高だと私は思いますね。あと、まあ、もう一個あって、装飾系とかのなんか結構見た目がなんか結構なんかあんまりグイグイいかなそうだなみたいな感じの男性と、なんか例えばご飯行くとして、そういう流れになったとして、で私が多分心の中で、あこれは多分私が多分リードしないと多分まあダメだなみたいな、あオッケーオッケー任せて、まあ、じゃあ私がじゃあリードしようかなみたいな感じで思ってたら、もうその男性、その朝食系みたいな感じの男性だったはずが、そこがダイナマイト級に大きくて硬かったっていうので、いやなんかさ、そういうのってさ、なんかさ思うじゃん自分自身さ、なんかさ草食系とかってさ、なんかちっちゃくてでちょっとあんまなんか頼りないものかと思うじゃん、そういうものって。だけどあのなんか脱いなら、ええみたいな、えすごえてかみたいな感じになって、そこでちょっとびっくりさせられるけど、えでも普通のふりするわけよ。まあなんか、まあ、驚いてるふりもしないし、でそれでもう挿入したらめちゃくちゃ上手でうまいみたいなっていうシチュエーションがいいなと思ったんですよね。はい、いかがだったでしょうか。だから私の妄想は、いやまあね、普通にまあ女の子はこれぐらい思ってるし、でしかもなんかね、夜中とかさ、言うたでさ、女子会するとき大抵そんなトークだから、そんな妄想トークもう満載だからさ、まあ、そのみんなさ、この童貞君には多分分かんないと思うけど、女性はねそれぐらいね、妄想が高いし、ね、もう純粋だって思ってる女の子も意外にムン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 だったりするからね。だからそこはね、童貞君もしっかりここの中に頭に入れておくように。分かった。じゃあこれが私の一番最高な妄想シチュエーションお話でした。ありがとう。